こんにちは、こんばんは。ゲーム動画です。スターホースポケット。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきましょう。お手伝いさせていただきます。プレゼントが届いています。まだガチャなんてありますね。あ、それぞれの衣装のガチャがあるのか。ご存知ですか？ご用でしょうか。クラスの瞬発をやってるところですね。はぁ、もしかして何かご用でしょうか。あ、レスターが42になったんだ。スタートなんですね。ここは練習ぐらいいただいて、いい仕上がりです。 WBC に行きましょう。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。もう1日ぐらい。クエストを達成し、何かご用でしょうか。気合い十分ですね。嬉しそうですね。ご存知ですか？WBC に出しましょう。元気いっぱいです。ご用でしょうか。低いですね。わかりにくい。ちなみに今はどうなっているかというと、
と一箇所を取ってるんですね。スタッフだったんで、今回は2000メートルクラシックに出してみたいと思います。下級者警笛声が分かるといいんですけどね。じゃあまた後で。はい、お待たせしました。を開始します。イギリスに世界を代表する名馬が集いました。栄冠を勝ち取るのは果たしてどの国の代表馬か。ロンドンの夜景に包まれて12頭スタートを切りました。1番インプレイ、ちょっとタイミングが合わなかったようであります。果たして何が行くのでありましょうか。大方の予想通りアマコヤティックプリンスが先頭に立ちました。それから2番バーガー、この辺りちょっと離れている7番トライスオーガー、そして4番手にアーキテンポであります。そのうちに6番スターオブコジーン、その後ろでありましょうかフリーイーグル、その外に11番カタドレイルウェイ、ミッデイ、9番バルモクリスタル、そのうちリップバンニンクル、8番プロイバタイ、アーツダッシュであります。そしてしんがりからザグレイガツビーという展開です。もう一度先頭から紹介しましょう。4番アワポエティックプリンスがかなりリード、そしてその後ろから2番バーザー、1番外へ行ったアーキペンポであります。内を通って6番スターオブコジーン、トワイスオーバーが並んでいます。10番フリーイーグル、それからもう1頭カタドレイルウェイ、その後ろ3馬身くらいあってミッデイ、9番バルゴクリスタル、外から行こうというところ。さあテムズ川に別れを告げて、いよいよ最後の直線勝負。先頭を行く青い帽子はアワポエティックプリンス、先頭バストアワポエティックプリンス、アーツダッシュも追い込んできた、アーツダッシュも追い込んできた、アワポエティックプリンスが抜け出した、バルゴクリスタルがかわした、アーツダッシュが2番手外をついてアタノレイルウェイが来ている、先頭明け豊かとアタノレイルウェイ、アーツダッシュかアタノレイルウェイか、さあこの1着は際どいぞ。一瞬ターフもどちらも合っているといいでしょう。やりました。やりましたね。クエストを達成しました。
ご存知ですか？お、三段ケーキですね。さらに石もいただきました。何かご用でしょうか？はい、というわけでまた体重を戻してですね、戦いたいと思います。ご存知ですか？チャンネル登録まだの方はぜひ登録お願いします。もしですね、動画を投稿されていらっしゃる方、定期的に登録されていらっしゃる方、何人目かでですね書いていただければいいことあるかもしれません。またこの動画最後の20秒で、チャンネル登録動画プレイリストを流れますので、そちらを見ていただけると思います。料理ですか？それなりにできますよ。ご視聴いただきありがとうございました。動画でいこうでした。